おはようございますフォルテです。本日はついにフォルテのグッズが完成しました。イエーイ。この度僕フォルテアパレルというものをね作ってみました。もう本当にねお試しみたいなもので作ってみたんですけども、アパレルの服とあとカバンを用意したんですけども、グッズ自体の開発は結構前からやってて、結構そのいろんな研究を重ねた結果、ちょっとね T シャツもちょっと販売遅れちゃったんですけども、この度、作りました。その商品がこちらです。僕フォルテって書いてます。これは M サイズで、普通の男性の方だったらまあ M サイズかなりゆとり持って着れるかなと思います。僕はちょっとねちょうどぴったしぐらいなんですけども、女性の方だったら S サイズがいいと思います。ぜひ興味が持ってくださった方、ぜひチェックよろしくお願いいたしますちょ。そしてさらに音楽をやってる方に向けて、僕ちょっと結構もともと欲しかったものがあって、カバンって結構困りません？レッスンとか楽譜とか持ち運ぶときになかなかね楽譜がぴったし入るサイズのカバンがないっていうことで、ずっと僕もねそう思ってたので研究を重ねました。そしてついに完成しました。まあ、ご興味があったらぜひチェックよろしくお願いいたしますちょ。一応紹介させていただきます。こちらがカバンとなっております。僕のピアノのデザインを元にちょっと絵を描きました。そしてさらに僕のサインがセットです。で、このカバンのすごいところは、まず皆さんが一つ一番レッスンの時に問題視してあるであろうベートーヴェンのヘンレ版、この楽譜が、はい、余裕で入ります。僕もレッスンとか結構行ってたので、ね、楽譜とか持ち運ぶときいつもね困ってました。まだまだ楽譜入りますよ。ほら、これに筆記用具とか蝶のセットとか持っていけます。どうですか、可愛くないですか、カバン自体。今回のこの2つの作品はものすごく自信作ですので、よかったらチェックしてみてください。こうやってねレッスンに一緒に行きましょう。一応ね下の概要欄にリンクを貼ってますので、ぜひともチェックよろしくお願いいたしますちょ。どうですか、僕結構いつもこれで動いてます。みんなこのスタイルの音楽の仲間を増やしていきましょう。それではここまで見てくれてありがとうございますちょ。バイバイ。グッドボタン押してて、なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、ボスマッチョ、マッチョマッチョマッスルボー、マッチョ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 。